光の街阿南市を彩る数々の LED。 少ない電気で明るく光る LED ですが、 LED に光を当ててみましょう。するとあっと驚く不思議なことが起こります。今回はさまざまな実験を交えながら、そんな LED の意外な一面をお見せするとともに、とある言葉を一つご紹介しましょう。さあ、新井さん、今回は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今回のテーマは LED です。はい、LED、なんか前やりましたよ。そうですね、最近やりましたよね。やった、やった、はい、LED は光らせるときに乾電池2つつなぐとか、うんうんうん、あとは何だったかな、電気使う量がすごく少ないとか。そうですね、はい、やりましたね。やった、やった、はい、でもちろん同じことしたって面白くないので。そりゃそうですよ、はい、別のことをします。別のこと何でしょうか。はい、今回は、はい、電気で LED をピカッと光らすのではなくて、ほう、はい、LED を光に向けます。ほうほう、 LED に光を当てます、はいはい、そうすると実は発電、電気ができるんです。電気ができる、はい、そうなんですか。はい、もう LED はもうただただ光るもんだと思ってたんですけど。そうでしょ。でもそれとは逆に、逆、光を当ててやると電気を作ってくれるんです。そんな現象があるんですか。はい、あるんです。ちょっと信じがたいですね、それは。新井さん、そうでしょ、うん、なので今日はその実験をやっていきたいんですが、はいはい、こんな風に、うん、一見反対のことやんみたいなことが、うんうん、実は正しいっていうことが、はい、科学の世界ではちょいちょいあるんです。あ、そうなんですか。なのでこんな格言があります。はい、逆も真なり。逆も真なり、はい、これ結構有名な言葉なんですか。あ、いえ、私が今作りました。いや、作った、はい、でもなんかそれっぽく聞こえましたよ。でしょ、だからこれ A でしょ。あ、でもじゃあその、ね、証明をちょっとしていただきたいなと思いますね。はい、ではいくつか実験をしてみて、はい、最後に今日のメイン、うん、LED で電気を作りたいと思います。はい、わかりました、お願いします。はい、いきます。最初に使うのはこんな道具です。はい、お、ちょっと持ってもらってますか。はいはい、これ何ですかね。これ、あ、なんかあれですよ、私よく見るのが、うん、なんか発電しながらラジオ聞けるよとかライトがつくよみたいな、はいはいはい、の防災グッズであるようなやつですよね。そうそうそう、あります、あります。はい、それと同じようなもので、電気を作ることができる手回しの発電機です。はい、発電機、はい、実験用の道具です。 なので確認してみましょう。はい、これ豆電球ですね。はい、これをちょっとつなぎますんで、うんうん、明かりつけてみましょうか。はい、よいしょっと、はい、では回してください。はい、おー、発電してます。できてますね。いい感じに、はい、光ってますね。はい、これあれですね、自転車のライトがつくあれと同じですね。あ、確かに自転車こいだらこんな音鳴りながら電気光ってますもん。はい、まさにそういうことなんです。はい、でこれだとまあまあ普通の実験なんですが、はい、今回はねちょっと別のことしますね。もう何でしょうか。使うのはこれです。じゃん、え、また同じやつ。同じもんなんです。発電機、はい、うん、でこれをね発電機同士つなぐ。はいはい、そんな、はい、ちょっと摩訶不思議なことしてますやん。はい、まあ、そんな感じですよね。はい、では行きます。ちょっと見よって、はいはい、回してみます。そうすると、おお回ってる。こっちが、こっちも回っとるでしょ。すごい。じゃあ今度反対、長谷川さんの方回してください。え、あ、回ってる回ってる。はい、今度はこっちが回ります。おお、すごい。なかなか面白いでしょ。面白いですね。なんでこんなこと起こるんですか。なんでなんですか。じゃあその秘密はこの発電機の中を見たらわかります。中、はい、中何が入ってますか。なんか歯車みたいな、めっちゃ入ってますけど。その歯車の横です。横、はい、横なんか金、え、なんか銀色みたいな、なんか光り輝くモーターですかこれ。あー、鋭い。これね、ちょっとわかりにくいんですが、実はこれモーターなんです。モーター、うん、はい、でモーターって知っての通り、はい、電気を流すとくるくるっと回るもんですよ。そうですよね。はい、でこれ実はそれとは反対に、はい、こっちで、ぐるぐるっと回してやります。うんうん、そうすると実は電気ができるんです。電気ができる。豆電球光ってたでしょ。そうですね。自転車の太陽にくっつけとくとライトがつくでしょ。はいはいはい、あれはモーターを勝手に回してやるんです。お、なるほど。なので今こうやって私が回してると、これは発電機、発電、こっちがモーター。はい、じゃこうするとこっちが発電、こっちがモーター。おお、逆になった。そういうことなんですよ。はい、電気を流すと回る、
逆もしんなりです。回してやると電気ができ る、 こんな感じです。だいぶ分かってきましたよ。いい感じです。最初何音かなと思ったけ ど、 なるほどそういうことだったんですね。そういうことなんです。では次の実験いきますね。はいはいはい、じゃあちょっと用意します。はい、次はねこんなものを使います。はい、覚えてくれてるかな。あ、これ音鳴るやつじゃないですか。そうですそうです、うん、まあ、電子メロディーとか電子オルゴールって言って、はい、これに、まあ、電池をつないで電気を流すと音が鳴るやつです。はい、よいしょっと、つないで、つないで、はい、スイッチ入れます。はい、お、鳴ってますね。鳴ってます、はい、綺麗になっております。綺麗になってますね、うん、で今回はねこの中をちょっと見てみたいんです。はい、これねケースから取って分解してみるとこんな感じになったんです。おー、なんかねちょっとよくわからない、よくわからない感じですよね。で簡単に言いますと、はい、ここがね、音を鳴らすための機械です。うんうんうん、まあ、ちっちゃいですけどこの中にごくごく小さい機械があると思ってください。なるほど。でここがね実際音が鳴るスピーカーなんですが、スピーカー、はい、これねすごく薄べっちゃいでしょ。そうですね、なんかペラペラしてます。まあ、ちょっとカバーみたいなのに入ってますけど、うん、この薄べっちゃいところから実は音が出てるんです。そうなんですか。はい、そうなんですよ。でちょっとよくわからないですけど、そういえば音の実験したの覚えてます？覚えてますよ。なんか鳴らしたよ。はい、で、うん、糸電話もしましたでしょ。あ、やったやった、あの震わせてみたいな、はい、いい言葉出ましたね、震え、うん、音の正体って空気がこうやって震えることでしたよね。うん、そうですよね。なので実はこれ音が鳴ってる時ここが震えとんです。はい、ここが震えている。そうなんですよ、まあ、もちろんわずかなので目には見えんのですけど、はい、この、まあ、スピーカーというかこの機械は、はい、電気を流してやると震えます。で震えるので音として聞こえる。あ、なんかピンとこないですね。じゃあ、まあ、そういうもんだと思ってください。はいはいはい、電気を流す、はい、でこれが形が変わって震える。震える。でその震えが音として聞こえる。なるほど。でこれの逆をします。逆、はい、でこれをね、こっちで勝手にこちらから震わせてやるんです。こちらから音を出して、はいはいはい、で音ってのは震えでしょ、うん、音を出してやるとこいつが震えて電気ができる。これでも発電ができるんです。もうちょっとね、やっぱ逆のこと言われてるんで、うん、しょ、あんまりね、ちょっとじゃあもう実際実験をしてみましょう。それは見ないと分かんないですよ、はい、実験しやすいようにこんな風にしてみました、はい、よし、ここです。紙コップのお尻のところにこんな風に、はいはい、これと同じものなんですよ。同じですね、ちょっと大きさ違いますし、はい、ケースから取りましたけど、はい、同じものです、うん、これを後ろに貼り付けて、はい、導線をこうやってぐーっとつないで、はい、こっちに、あ、LED、はい、で LED っていうのは電気、流れると光りますよ ね、 そうですね、電気ができたことの合図になります。あ、そうかそうか、はい、なので紙コップになってますね、はい、こんな実験します、うん、ちょっと失礼します、はい、こうこうって喋ります。いきます。おお、光った。おおおお、光ってます。おおおおお、あ、喋ったと同時に光ってますね。そうでしょ、うん、で喋るっていうことは音が出てます、はい、うんうん、音っていうのは空気の震えです。そうですよね。でその空気の震えを伝えやすくするためにこんな紙コップ使ったんですよ、はいはい、なのでここを震わすことができますよね、うん、で、 そうですね、これは震えると電気ができたんです。あ、なるほど、はい、電気を流して震えさせて音を切っちゃったんですが、はい、その逆をしました、うん、音を出してこいつを震えさせて電気を作ってもらった。あ、電気を作らせた。でこれが逆だ。そういうことです。逆もしんなりその2です。うん、そう、2、あ、結構ありますね。逆もしんなり、こんな感じでしょ、うん、でこんな感じで調子が出てきたところで、はい、今日の本題いきましょう。本題、そうだそうだ、 LED ね、はい、LED で発電、うん、でそれをするためにちょっとまずこんなんご紹介です。お、ちょっとまたなんかよくわからない機械が出てきました、まあ、よくわからないと思うんですが、うん、これ実はもうすでに今日出てきたんです。はい、何ですか。これさっきの電子メロディ、電子オルゴールです。はいはい、オルゴール、はい、まあ、確かにこの辺なんかそれっぽいですね。それっぽいですけど、要はこれ私が手作りしました。あ、手作り頑張ったんですね。頑張りました、はい、この実験用に頑張りましたはい、はい、で要はね、当たり前ですけど電気が流れると、うん、音がバッチリなってます。要は電気ができたことを確かめるために今回はこの部品使います。はいはい、でこれは普通に電池で鳴らしてますよね、うんうん、で今回のメインです、はい、LED で電気作って鳴らしましょう。これいや無理ですよこれ電池やからね、はいはいはい、ちゃんとこう音鳴ってるけど、まあそうですよね、
LED はやっぱ光るイメージしかないんで、ね、まあこれですよね。もうちっちゃいよこれ、はい、遅ればせながら今回の主役登場です。出ました LED さん、はい、でこれで発電したいので、はい、電池くん作用なんです、はい、そう電池くんにはちょっと、はい、で代わりにこれを使います。だからこれで電気ができたら音が鳴るってことですね。そうですよねそんなバカなとでただこの状態ではなりませんね、はいはい、ここに光を当てたらんといけません。光を当てる、はい、これ外が明るかったら簡単なんですよ。太陽の日の元へカッて向けたら、はい、もう普通に光ってくれるんですけど、うんうん、ここ室内ですので、はい、ちょっと明かりを持ってこようと思います、はい、今投光器みたいなやつですね、はい、それちょっと用意をしますね、はい、じゃあこちらにありますので、はいはい、ありがとうございます。よいしょ、すごい明るそうな明るそうですね、はい、じゃあちょっとスイッチ入れてもらっていいですか。はい、じゃあスイッチ入れます。オン。お、明るい。じゃあこれをねちょっと明かりのところに近づけてみます、はい、そうするとなってるよ。なってる。でこれから離すと、うん、収まった。どうでもう一回近づけるとバッチリなってますね。どうでしょう。ちょっと光切ってみましょうか。切ってみましょう、うん、あ、もうこれは完全にあれだ、光をこうね受け取ってこれをエネルギーにしてるってことですね。その通りです。うわお、はい、光が当たったので、はい、ここに電気が流れた、はい、LED ってもともとはというか普通は電気を流すと光ってくれる、はい、それとは逆に光を当てると電気を作ってくれる。逆もまたしんなり、はい、起こりましたねすごい、はい、いやしっくりきましたよ今の、はい、でもねこれ実際見てもらったんで分かるんですけど、はい、なんでこんなこと起こったんですか。なんでなん全然、全然仕組みが分かんないですね、はい、じゃあこんなことを思い出してください、はい、光を当てると電気ができるものって何か知りますね、うんうん、あのソーラーパネルとか。その通りです。あ、一緒やし、なんか仕組み的にはねなんか似たような、はい、ん、一緒ですかこれ。全然一緒ではないなんかこう仕掛け的にはねなんか鋭いですね、うん、今日の長谷川さん鋭い、まあ、鋭い、はい、実はね、うん、この LED も太陽電池、まあ、太陽電池パネルも、はい、広い仲間で捉えると、うんうん、ダイオードと呼ばれる、まあ、電子部品の仲間なんですよ。ダイオード、はい、なので根本の仕組みが同じなので、うん、同じような役割ができるんですね。じゃああれですか、太陽光パネルの代わりに LED バーって敷き詰めたら、うんうん、あ、なるほどいけるとか。あ、多分ねいけなくはないんですけどないんですけどうん、うん、まあ、人間もそうですけど得意不得意があるじゃないですか。やっぱそうなんですね、はい、で LED 君はね、まあ、電気をもらって光るのが得意な子なんですよ。あ、そうかそうか、はい、なのでちょっとこれ今はちょっと苦手なことをやってくれたんでね。苦手、あ、これ苦手なの頑張って音鳴らしてる。そういうことです、そういうことです可愛いな、はい、ありがとうございます、はい、なるほど。こんな感じ。うんうん、で、LED もね、太陽電池も、まあ、すごく身近なものじゃないですか、うん、でもどんな仕組みなんて言われたらんとなっちゃう時ももしかしたらあるかもしれないんですよ、うんうん、でも今日の実験で見てもらったように、うん、あ、実は根本的なところで一緒なんだ、うん、みたいなことを知ってると、うんうん、まあ、ちょっとこの2つのことを勉強する時に、まあ、ちょっとヒントになればいいかなと思いまして、ちょっとこんなちょっと変わった実験を今日はやってみました。すごい新発見でちょっとテンション上がりましたね。 ありがとうございますでその格言、逆もまたしんなりっていうのね、はい、ちょっといいでしょ、自分作にしてるわ自分作、本当に自分作ですかこれもしかしたらどっかからインスピレーションを受けたかもしれないなるほどね、でも本当にその言葉がすごい実験を通して分かったので、はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、ということで皆さんもきっと勉強になったかなと思います、はい、ということでコスミのサイエンス TV いかがだったでしょうか。また次回もお楽しみに。